明日も広く天気の急変に注意が必要となりそうです。まずは今日いただいておりますリポートからご覧ください。こちらが東京都多摩市の方からの動画のリポートですが、雨の降り方もかなり激しいようですし、雷伴っているところもあるようですね。そうなんですよ、はい、今日は東京都内でも1時間に20ミリ以上の強い雨の降ったところがありました、はい、まだこの後も天気の急変、注意が必要なところが多いんですけれども、はい、明日もですね、今日とほとんど同じ状況なんですよ、まず寒気の強さをご覧いただきましょうか、これが明日の12時の上空5500メートル付近の寒気強度となります、はい、マイナス12度線が東日本の太平洋側まで降りてくるんですけれども、強い寒気の影響で大気の状態が非常に不安定になるんですよ、はい、まあ、つまり今日と同様、雨雲、そして雷雲が、かなり発達しやすいということが言えます、はい、でその雨雲の動きご覧ください。明日の朝9時以降です。もう午前中の段階から東北中心に雨が降っているんですが、お昼前後からは広い範囲でまた雨雲が急激に発達をしてくるということになります、まあ、地上の気温上昇と上空の寒気ですから、はい、背の高い雲ができて各地で雷の鳴る恐れがあります、まあ、いつもですと山沿い内陸部中心のにわか雨雷雨がこうなるのが多いんですが、はい、明日の場合は平野部も含めて天気の急変が広くありますので、広い範囲でですね雨具をご用意いただきたいと思います。はい、引き続き天気の変化にはご注意ください。